シャモン TV 始まります。音めっちゃ良くなったよね。いやあのさ、いや聞き比べてみて思ったんだけど、最近音めっちゃいいなっていうのがあって、やっぱねちょっとこのマイクをつけたのがねすごい効果を出してるってことがね分かったという、150回ぐらい撮ってやっと分かったっていうね。そんなこんなでやっていきたいと思います。今日はねイロハウタってあるじゃないですか。これって、まあ、今でいうアイウエオが昔のこのイロハウタで、子供にこうひらがなを教えるっていう意味で作られたものなんだけど、実はこの中にものすごい仏教のお話がすごい凝縮されてるような、そんな内容なんですよ。だからこれを作ったのは、まあ多分おそらくお坊さんなんちゃうかと、一応読み人知らずというような感じでなってるけど、寺子屋とかさ昔あったでしょ、あれはお坊さんが子供たちに日本の教育をしている時代があったから、まあそういう意味でこれはお坊さんが作ったんちゃうか。だからこのイロハウタがあるんだけど、これが全部さ、そのあいうえおから始まって和おうんかで終わるけど、その言葉を全部こう重なることなく全部のひらがなを並べ文字を覚えるっていうね。でこの七五調でできてるんでね、五七五じゃなくて七五七五っていうね、物事のいろはみたいな感じで、まあ初歩的なそういうような、意味で使われることが多いけど、子どもの時からもうすでにこう仏教観をしっかりとこう伝えるっていうさ、まあ、そういった意味でもやっぱりこの日本という国は仏教の国なんだなっていうね、まあ、そこら辺が分かるものなんですよ。ある意味悟りの境地を歌っているみたいな、そういうニュアンスがあって、イロハニホヘトから始まるんだけど、イロハニホヘトチリヌルを若いをタレスを常ならむウイの奥山ケフ越えて朝木夢見し愛媛せすっていう、これっていうのはまあ漢字で書くとまあこういうような内容になっていくと。でまあ一個一個見ていこうと思います。まず色は匂えど、まあまあこう点々がついたり点々がつかなかったりするんだけど、まあ、一応色は匂えどと、まあ、チリヌルを、これ何を言ってるかというと、花の色は匂うっていうのはさ、美しく咲くっていう意味なんだけど、花っていうのはまあ美しく咲いているんだけど、まあ散っていってしまうよねと。これはさ、どんなに美しい花でもやがて散りゆく定めだよと、これはさ常ではない、この無常諸行無常の世の中っていうものをこう表していて、で我が世誰ぞ常ならんと、だからどんなにこう我が世を謳歌してそんな人でも、ずっとその状態が続くわけじゃないだろうと、これは歴史的にもそうだし証明されていることなんだけど、まあ、我々のこの世の中も誰もそのずっと同じ状態でいるものなんて何もないんだと、常じゃないんだと、そういうことを歌ってるわけですよ。もうまさにこの諸行無常という仏教の根幹の教えをここに表していると。で、ここね、ウイの奥山京を越えて、うん、まあ昔だからケフって京って言うんだけどさ、まあ、このウイの奥山って何かっていうと、このウイね、こういう字書くんだけど、ウイ天変っていうんだけどさ、これはさもう何が起こるかわからんと、一寸先は闇じゃないけど、ちょっと時間が経てばまたなんかいろんな新しい事件が起きたり、何が起こるかわからないような、奥山っていうのは、昔はさその山に行くっていうのはなかなかの命がけのことだったわけよ。まあ例えば山にはさ
熊は出るわ、その山に山賊みたいな、なんか盗賊みたいなやつがいたりとか、ほら山んばとかあったでしょ、あれっていうのは山っていうのはなんか恐ろしいことが起きるもんやと。でさらに奥山だから、さらに山のさらに奥の方に行くっていうことはもう本当に命が保証がないような、そんなような旅を表している。これが海の奥山。世の中もそうでしょ、その何が起こるかわからない、そんなような世の中を僕たちは歩んでいっている。まるで奥山のような、そんなところを進んでいき、それを今日越えてようやく越えることができたと、平和なところに移動して越えたと悟ったらそうなるよっていうことを言っているわけですよ。今日悟ったんだと。そして朝き夢見しエヒモスです。これね、朝き夢見じにする派と死にする派とあるんだけど、僕はね、その死にする派の方がいいんちゃうかとちょっと思ってて、なんでかというと、浅はかな夢をはこれからは見ないぞっていう意味だと字なんだけど、死だと、浅い夢を今まで見てきたなと、例えば何々がこういう風になったらいいなとか、ちっちゃい頃だったらプラモデルが欲しいとか、なんかプレステ2が、いや3か、あ、4か、5? まあそんなようなね、こういうのが欲しいとかさ、いろいろそれぞれねあるんだけど、まあそういったようなものっていうのはまさに浅い夢だったんだと、浅い夢を見てしまってたものだと。えひもせず、これは酔いもせず、まあもう酔っ払うこともないだろうと、なぜなら海の奥山みたいな社会を今日越えたと悟ったんだと、まあ、そういうこう世界観を、表したのが実はこのいろは歌、まさに悟りの境地を歌っているという、昔の日本の子供が勉強していたこの内容は実はすごく大人向けの内容なんだけど、ちっちゃい子にも教えていた、これがまさに日本の文化であり素晴らしい教育の一環だったという、これがいろは歌であります。ありがとうございました。